サイヤ人の戦士が地球に降り立った。ベジータとナッパ、その圧倒的な戦闘力の前に次々と力尽きていく Z 戦士たち。果たして悟空は間に合うのか。そしてあの世での修行の成果は通用するのか。ここに地球の運命をかけた天下分け目の超決戦が始まる。異星人戦士来襲、戦闘民族サイヤ人対 Z 戦士。僕はやってみます。またぜ。やっぱ俺も戦うのね。さて、どいつから片付けてやるかな。
俺に殺された奴はどいつだ。Thank you.
ドラゴンボールに望みをかけて、ナメック星を奔走するクリリンとゴハン。彼らの前に立ちはだかるのはギニュー特戦隊。脅威の特殊能力の数々が Z 戦士たちをかつてないほどに苦しめる。そしてドラゴンボール争奪戦もクライマックスを迎えるのだった。激闘惑星戦士 Z 戦士対ギニュー特戦隊。僕はやってみます。 やっぱ俺も戦うのね。リコールバーターリースグルダギニュー、みんな揃ってギニュー特戦隊。Thank you.
ギリュー特戦隊リコール。Thank you.
義乳特戦隊リース、義乳特戦隊バーター
Oh!
ことだ。ついにフリーザが最終形態となって真の力を見せた。野望を阻止されたフリーザの怒りが恐怖の攻撃となって Z 戦士を襲う。だが
立ちはだかるのもまたイカれる伝説の戦士だった。今崩壊していくナメック星で超決戦の火蓋が切って落とされた。ナメック星最終決戦、 Z 戦士対フリーザ。待たせたな、みんな。待たせた。俺に殺されたい奴はどいつだ。地獄以上の恐怖を見せてあげるよ。未来からの戦士が
新たなる敵の出現を告げる。悟空を倒すためだけに作られた戦士、人造人間。破れ去る悟空、スーパーサイヤ人に目覚めたベジータ、神との融合を遂げるピッコロ、地獄の未来を振り払うための戦いがさらなる激闘を巻き起こす。驚異の敵現る。人造人間対 Z 戦士。待たせたな、みんな。お前はこの俺が倒す。俺に殺されたやつはどいつだ。私が始末します。君が死に場所を選ぶがいい。
来るなら来いよ。私がやるよ。私の戦う時が来たよ。Yeah!
ビッグバンアタック
人造人間を吸収し、ついに最強最悪の完全体と化したセル。完全体の持つ圧倒的な自信が死の武道会を開幕させた。全てに決着をつけるべく集結する Z 戦士たち。秘められた力を爆発させる孫悟飯。未来までも巻き込んだ戦いが今衝撃の幕を下ろす。最高レベルの決戦、 Z 戦士対完全体セル。待たせたな、みんな。僕はやってみます。俺に殺されたい奴はどいつだ。来い。ウキキ。ウキキ。
ビッグバンアタック。狂った魔導士の策謀と破壊王子のプライドが交わるとき、恐怖の魔人がよみがえる。自らの命を燃やし尽くすベジータ、隠された真の力を見せる孫悟空、そして全てを凌駕する魔人の圧倒的な力、超戦士たちの宿命とともに今破滅へのカウントダウンが始まる。悪夢の到来、よみがえる魔人対宿命の戦士たち。待たせたな、みんな。ああ、やっと僕の番か。俺に殺されたい奴はどいつだ。全員まとめてかかってくるがいい。俺に殺されたい奴はどいつだ。Thank you.
タコは引っ込んでろ。悟空もベジータも、そしてご飯さえもいない地上は、たった一人の魔人に蹂躙されていた。生ける恐怖を食い止める術はただ一つ、二つの光を一つの力に変えること。その名は正義の死神ゴテンクス。最強の戦士となった孫悟飯も戦線復帰して、Z 戦士たちが猛反撃を開始する。地球壊滅、恐怖の魔人対新たなる力。待たせたな、みんな。待たせた。この俺の強さをなめんなよ。
観光殺法。全ての希望が魔人に吸収された絶望の世界に、あの戦士たちがよみがえる。最強の力を得て戦う2人、真の姿を表す魔人。ついに地球も吹き飛んで、戦いの舞台は海王深海へと移る。そして全宇宙の運命をかけた戦いが始まった。ファイナルバトル、 Z 戦士対最強魔人。よくぜ、早く。いいんだろう、これで。サンキューベジータ。
待たせたな、みんな。俺に殺されたい奴はどいつだ。Yeah.